どうも、龍神チャンネルのみなちゃんです。はい、今回ちょっと久々のこのアングルなんですけども、ここ最近ちょっとグローブの動画撮ってなかったなと思いまして、で、視聴者の方からもコメントでそろそろグローブの道具会が見たいと、いうことでしたので、久々にちょっと道具関係の動画をお届けしようかなと思います。最近ですね、またメルカリでグローブを仕入れまして、そちらをまあ綺麗にしていこうかなと思います。はい、グローブがこちらですね。アンダーアーマーの、公式の、内野用グローブです。まあこれ本当アンダーアーマーのグローブが出た当時のいくらのやつだったかな。まあ本当出たての頃の、グローブですね。はい、こんな感じで紐がまあご覧の通り切れてまして、でただヘリ革とか裏革とかっていうのに破れっていうのはなくて、まあ、ちょっとこの辺が、削れ気味かなっていうぐらいで、その他は、まあ、かなり使い込んではいるんですけども、まあ、状態が決して悪いっていうようなグローブではないです。で、こちらを、直してですね、使えるようにしていきたいなと思います。で、一応工程としてはどうしようかな。一回これどっちにしてもクリーニングをしたいので、クリーニングしてあげて、で、色もですね、これもともと多分、まあ若干残ってますけど、クリアオレンジ系の色だったので、その色にちょっと、染料でですね、染めてあげて、それから紐を全部交換していこうかなと思います。まあグリスも抜けてますし、お手入れがほぼほぼされてないような状態だったので、それをですね、綺麗に使えるような状態にしていければなと思います。ちょっとね、このよくスラッガーとかで使われるタイプの、ウェブ、そしてグラブレースの編み方なんですけども、これを、一回全部やっぱりほどいて、それでクリーニングをして、紐はちょっとコルクがないので、どうせだったら、最近ね、キャメルとか、そういう系の色が流行ってるんで、オレンジですけど、まあ、白をちょっと使っていこうかなと思っています。これ、全部紐を切って、クリーニングして、乾かしてからグリスを入れて、染色してからグラブレースを、付け直していこうかなと思います。では、やっていきます。では、バツバツと切っていきたいと思います。とりあえず、レースすべて切り終わりました。元の色があらわになってますね。こういうクリアオレンジ系の色でした。で、案の定ですね、グリスもこんな感じですっからかになってるので、やはりグリスの補充は必要かなと思いますんで、やっていきたいと思います。まずはクリーニングします。はい、それでは早速やっていきます。
ました。結構、まあ、濡れてるからっていうのもありますけど、色が本来の色にちょっと近づいたような気がします。ではこれ乾かします。はい、ということで、一晩ですね、洗った後に乾かして、染色まで、ちょっと端折って、やらせてもらいました。染色が進んだ状態で現在こんな感じになっております。こんな感じで染まってますが、まあ元々の色がこのオレンジなので、まあ、若干色の差ってしまったんですけど、黄色で一応染色したんですけども、オレンジが結構濃い、まあ、スプレンディッドオレンジ系というか、濃いオレンジだったので、それ塗っちゃうと今度この色味に合わなくなるのと、ちょっと染料がもう少ない状態だったので塗ってたら足んなくなるなと思いましたんで、いっぱいあった黄色の方を使って染めました。まあ細かいところを見ると微妙に薄かったりするところもあるんですが、まあ完璧を求めるわけではないので、まあこれぐらいでいいかなと思いまして、染色まで終わらせております。でここからの工程としては、まず以前も言ってた通りグリスが全くない状態なので、グリスをまず、入れていくのと、全く今お手入れをしてない状態なので、こちらにオイルをしっかりと入れてあげてですね、でまたちょっと落ち着いた後に、グラブレースを入れていくと、そんな感じの、工程で進めていきたいなと思います。はい、では早速お手入れしていくんですけども、毎度おなじみ7%使っていきます。お手入れも終わりまして、グリスも入れました。入れて、はい、こんな感じで入れてあります。これでちょっと慣らして、少しだけ間を置いてオイルとかも馴染ませた上で、グラブレースの交換に入っていきたいと思います。一応オイルも落ち着きまして、ちょっとあのコーティング剤、塗ってみましたら、こんな感じでだいぶ落ち着きというかいい感じになっておりますんで、ちょっとまだ背面はねコーティング剤この辺見れば、テカってないのがわかると思いますけども、こっちはねテカってますけども、光沢がありますけども、背面にもコーティング剤を塗って落ち着いてから、グラブレースやっていきたいと思います。ではですね、馴染み切りましてちょっと磨いてみたらめちゃくちゃいい感じに、光沢も出ております。では早速ですが、グラブレース入れていきたいと思います。とにかく一番冒頭でお伝えした通り、このウェブの部分が一番の難関だと思いますんで、もうそれ以外のところから攻めてって最後にウェブ周りちょっとやっていこうかなと思います。
はい、ウェブ周りのレース入れました。はい、ということで、ようやくですね、全ての、工程が終了しました。早速ちょっと見ていただきましょう。完成品こちらです。このような感じになっております。白いいですね。これちょっとうちのチームのタチさんに見せたんですけども、チャラいって言ってました。うん、色味もですね、しっかりと、ついていて、本当に最初のあの状態からはちょっと想像できないような、いい出来に仕上がっております。色もですね、しっかり黄色が乗ってですね、ナチュラル系のグローブに復活しております。形もですね、まあさすがにレース交換したのと、あとはね、こういう風にウェブの部分にレースがかなり使われているんで、まあこういうグローブのいいところでもあり、悪いところでもあるんですけども、まあ、こういった紐の硬さがそのままグローブの硬さに直結するっていうところが、あるので、まあ、耐久性も確かに高いんですけども、一本切れたら、紐すごく交換するのに手間と時間がかかってしまうっていうようなデメリットがあります。まあそういった理由から僕はどっちかっていうとワンピース系のウェブだったり、クロス系のウェブっていうのをちょっと好んで使ってるんですけども、たまにはね、こういうショック系のウェブもいいんじゃないかなと思いまして、ちょっと買ってみました。はい、ということで今回は、アンダーアーマーの公式のグローブ、まあ工程としてはですね、まあ、ちょっとこの辺に載せますけども、クリーニング、グリス補充、捕獲作業、そして、染色、そしてレースの交換をすべて行いました。まあコーティングもしたので、光沢もちょっと出ていますけども、いい感じに仕上がったんじゃないかなと、思います。ちょっとずつ、まだ今の状態では、使えそうにないので、少しずつキャッチボールとかで、鳴らしていきながら、使えるような状態に持ってって、レビューみたいなのもしたいなと思っております。
それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォロー、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。